はい、皆さんこんにちは。沖縄ババです。はい、今日は備蓄用に行った買い物じゃなかったんですけど、つい備蓄品を買ってきてしまいました。はい、釜山家で買ってきたものと、あとカルディで買ってきたものですね。はい、皆さんにご紹介したいと思います。まずは山家で買ってきた、安いなって言ってたこのポークビーンズですね。はい、これチリビーンじゃなくてポークビーンズです。インゲン豆と、なんだっけ、豚肉のトマト煮込みです。これね、おかずにもなりますね。ただ、洋食なのでパンの方が合うと思います。はい。あとは、こちらですね。こちら、デチェコのスパゲッチーニです。デチェコすっごいいいんですよ。美味しいんですよ。しかも産地がイタリア限定なんですね、これ。なので、どこの小麦が使われているかって心配する必要ないんですよ。これはイタリア産の小麦限定のデチェコのスパゲッチーニです。これが、1袋198円ですごく安かったので買ってまいりました。これ普段200円ちょっとするので、これちょっと安かったので買ってきました。あと、カルディで買ってきたものですね。こちらのトマト缶です。はい、こちらが105円でした。はい、そしてこちらのコーンですね。アメリカのスイートコーン。こちらが80円ぐらいだったな。確か80円、90円しなかったと思います。こちらスイートコーンです。あと、いつも使ってるオリエンタルカレーです。はい、これ美味しいんですよね。これも結構うちにもう備蓄があるんですけど、もう一個ちょっと180円だったので、ちょっと安かったので買ってきました。あとですね、カルディではお菓子を買ってきました。こちらです。はい、かわいいチョコレートサンドです。こちらね、お菓子私は朝食にしようと思ってます。なんていうのかな。食料基金が来た時には朝食にしようと思ってます。ビスケットとかはね、朝食になるので、多めに買っておいても大丈夫だと思います。こちらは、フランス産ですね。で、材料もすごくシンプルで、ほぼほぼ、なんていうのかな。悪いものは入ってないものですね。はい、こちらが190円でした、1箱。そんなにね、ヨーロッパ産のお菓子でも、高くないので、今、こう、結構そんなに、値段も日本のお菓子と変わらない感じなので、この1箱、198円です。そんなに高くはないと思います。はい。では、お買い物のご報告でした。それでは皆さんまた、ごきげんよう。